午前24時前、自民党の総裁室。よっからセックスと。総裁の椅子の座り心地はどうですか？まだなんですか、根が重いのでやっぱりやめたい。やっぱり二階さんのはしごを下ろしてやったので十分です。ノリで総裁選に出馬しただけでしたが、ライバルの自滅と人格の良さが重なり、うっかり総理大臣になってしまいました。来月4日に目白押しの臨時国会で第100代総理大臣に就任するはずでした。我が国は今この国難と言われる、やばい、状況の中にあるそうです。午前24時過ぎ、新総裁として初めて記者会見を企画した岸田君、取り組む重要課題について施行しました。コロナ対策には国民の皆さんに本気を出していただければ大丈夫です。年内に、数十兆円規模の、経済学部を作成することによって、多くの国民の皆さんに、経済を、勉強して、いただいて、専門家を量産し、なんとかしてもらう。経済政策については、新しい資本主義を、建築したらいいんじゃないですか。今こそ成長と分配の好循環、これを破壊し、できるだけ幅広い平民の皆さんの残業、消費税を引き上げる、こうした、経済政策を取ってもらいたい。岸田氏に決選投票でフルボッコにされた河野氏は、私のメッキが剥がされてしまった。多分私が何も発言しないでいれば多分勝てたんじゃないかなと。石破さんと一緒に自民党を離脱したいと思います。一方、野党は変わらない、野党は変われないって、それ一番言われてますから。よく言った。